教師なぜ役職が冗談だらけで漏らししてよ終わらない話しそうでしょっぱやでしょ地下鉄の階段ダウンダウンダウン下げす状態で内緒のリップシュー、yeah、忘らない月食は調子いいの
2019年にニューヨークの株が大暴落しました。でニューヨークっていうのは経済の中心でしょ。経済の中心がおかしくなると、まあ、世界中の均衡がおかしくなる。